ビストリーナとかボランティアとかそういうのにしていくための T シャツのデザインをしてくれた、大阪の市の介護障害者の施設をしている同性の中西社長のところにね、ちょっとお礼を兼ねて開発方をちょっと行きたいと思います。じゃあ行ってみましょう。はい、皆さんはじめまして、株式会社ノーサイドの中西と申します。いいね、あ、海の感じで、なかなか、いいね、これ、見たくて、これから、いいね、はい、バンちゃん、ジャンプだと、はい、頑張りました。あ、もうこの、僕も YouTube 見てるんでね、あの一番最初の、なんかの、ご挨拶のやつからずっと見てるんですけど、滑舌悪いことは言う。いや、もう、社長ちょっともう、お酒入ってるんかなと思って、まあ、しゃあないかなと思って、後日電話したら、いや、別に飲んでないよ、みたいなね、笑い話ありましたけど。でもその原社長のその活動をうちのスタッフも見てて、でうちら福祉の、言ったら、どっちかといえば社会の役割で言ったら社会貢献とか社会の中のどうやったかな、社会資源的なところがあるけども、でもゴミ拾いができてる方はできてないので、だからこの原社長の活動を、まあ、Facebook とか YouTube とかで見させてもらって、僕たちも海までは行くの大変やけど、地元の自分らの住んでる町とか、ね、施設の近所とかのゴミ拾いできるんちゃうかって言って、みんなで、ね、この話は上司のありがとうを聞きながらやりましょうかいう話も出てたりとかするんで、でこの絵、この絵は足で描いてるっていう、これまたすごいんけど、そうですね、はい、でここの足のマーク、このね、この足のマークが本人のサインの代わりになるので、まあ、このありがとうっていう字をこう足で書いて、ここも自分でね、ちょっとね、加工とかはみんなで案出しながらやったんですけど、この字とかね、ありがとうって本人書いてますので、またね、今日あれですよね、書いてるところも見ていただけるということなので、またそれ見てもらって、まあ、皆さんもちょっと感じるところがあるんやったら、ぜひ、はい、ね、一緒に活動したいですね。いや、ほんまにもうこれ、いっぱいいろんな人が、こう、まあまあそういうビーチクリーンだとか、ゴミを拾ったりだとか、そういうことを、ね、これと共にこれからやっていくんで、ぜひ。これをもう全世界、日本中全部。ちょっと手触りが。そう、今着るには多分ちょうどいいんちゃうかな。ね、涼しそうな。汗かいた。すごーい。お、すごーい。わあ、すごいね、これ。ええやん。すごいですね。めちゃめちゃいい。めちゃくちゃいい。いやないの。めちゃくちゃいいよ。ありがとう。ちょっと写真撮れ。あ、ほんまや。ありがとう。この足のマーク、これ、いいよね。お母さん、ちょっと写真撮らせてくれます？大勢と。はい、大勢とありがとう。はい、行きまーす。はい。はい。はい。いいな。いいですね。色がいいですね。うん。はい、いいっすね。夏場はちょうどいいんちゃうかな。こうちゃん持ったらね、喜んだと思うんですけど、ちょっと休んではる、この後ろの、デザインの方はい、柄も、こう描いた子が、ああ、そうなんや、覚えちゃう。立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いてゆこう。こなす程度の日常をもっとできるはずでしょう。魂自分ごまかさないで、半端なぬるい気持ちじゃ諦めもつきやしない。たらればな後悔を胸に刻むの。なりたいもの、やりたいこと、行きたい場所全部すべて、ビクビクするのもワクワクも自分次第さ、yeah、やるかやらないかだけさ、燃やすんだ心の炎、エールを燃料にして立ち向かって行こう。どこに向かってんのかわかんない、そんな時もある。
街を変えて、それでもまた追い続けて、やめんなチャンスが君を待ってんだから。いいね、これ聞いたから、あのイスラエルのゴミ拾いしてみたいな。行きたいそれそう、ね、イスラエルとかまあまあいろんな国行ってこれからやっていこうと思ってるんで、ぜひ、はい、これからも活動続けていただいて、僕らも手伝いとも手伝いたいと思いますんで、よろしく、ああよろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまた次も、はい、ありがとうございます。はい。